国98。アジア大陸の東部に位置する韓半島の中の大韓民国、5000年の歴史を築いてきた単一民族韓民族の住む韓半島の中心部に大韓民国の首都ソウルがあります。第二次世界大戦後、南と北に分断された韓半島には韓国だけで4600万人、北韓を合わせるとおよそ7000万人が暮らしています。急成長を成し遂げた韓国はクリーンな選挙を通じて50年の憲政史上初めて野党の指導者が大統領に選ばれ、政治的にも成長した姿を見せています。1988年にオリンピックを開催したソウルは今、ファッションや文化、芸術の発信地として注目されています。ミュージカルミョンソン皇后はニューヨークのブロードウェイで絶賛を浴びました。また舞台芸術の共演である世界演劇祭が97年にソウルで開催されました。韓国は2002年のワールドカップサッカー大会を日本と共同で開催することになり、スポーツの面でも世界の注目を集めています。真っ赤なユニフォームの韓国サッカーチームはたゆまぬ努力でワールドカップの本大会に4回の連続出場を果たしました。韓半島の歴史は紀元前2333年韓民族のルーツ、タングノーに始まります。その後紀元前の37年から7世紀後半にかけて、高句麗、百済、新羅の三国時代を迎えました。高句麗古墳の壁画には当時の韓民族の姿が残っています。韓国初の石造りの塔、イッサン弥勒寺石塔からは百済人の洗練された優雅さがうかがえます。謎めかしくも人間味あふれる百済の微笑み、蘇三前三尊仏像。当時多くの文化が百済から日本へと伝わっていきました。7世紀になると新羅は百済と高句麗を平定し、統一国家を形成しました。新羅はチョムソン台を建てて天文の研究を始め、金堂弥勒菩薩半跏思維像とともに輝かしい仏教文化が花咲きます。ユネスコが指定した世界文化遺産の一つ、慶州キョンジュの仏国寺プルグクサにある釈迦塔は、統一新羅三層石塔の造形美の極致でもあります。華厳寺三層石塔と華厳寺塔は規模が大きく、厳かで気品漂う石塔です。韓国で最も美しく最もよく建てられていると言われる高麗時代のヨンプンプソプテラ、そこにあるムリャンス殿とイェサンスドテラの天雲殿は現存する木造建築の中で最も古いものです。独特の優しい線と神秘的な色で、その価値が高く評価されている高麗時代の青磁は、朝鮮王朝時代の白磁とともに韓国だけでなく世界の文化遺産といえます。時代の仏教様式に使われていたヨンドゥボダンなどの優れた工芸品からも、漢民族の独創的で優れた芸術感覚がうかがえます。
1392年朝鮮王朝時代になると都をソウルに移し慶福宮慶伯君を建てました。ここにある君正殿は慶伯君の正殿で歴代国王の即位式典や大礼などが執り行われました。このほか朝鮮時代には徳須郡チャンギョン郡など多くの宮殿が建てられました。ソンギ山のポプチュジパイサン殿は木造塔の形式をよく表しています。韓国は教育にも重点を置いています。政府は教育改革を推進して教育予算を国民総生産の 5% にまで引き上げ、世界化情報化時代に見合うように知識と指導力を備えた次世代の人材育成に努めています。韓国は誰もが教育を受けることのできる開かれた教育、生涯にわたって学習できる教育福祉国家を目指しています。教育福祉国家、それは誰でもどこでも自分の適性と能力に見合った教育を受けることができる社会を意味します。大韓民国は立憲共和国で299人の国会議員で構成されている単院制国会の立法府と司法府、行政府の三権が分立している民主国家です。政府は21世紀に向けて合理的な司法改革とともに高効率低コストの行政の刷新にも努めています。韓国経済はこれまで数回にわたる経済開発5カ年計画と重化学工業の建設で成功を収めてきました。世界的な総合製鉄所ポハン製鉄と世界的な規模の造船所が大きな貢献をしました。また化学工業や自動車工業も韓国の経済成長をリードしてきました。現在も開放化時代に向けて着々と力をつけています。6大重点産業の一つ電子製品の分野では2つの無群化衛星を打ち上げ、半導体産業でも画期的な発展を見せました。天然資源が十分でない韓国は半導体のような頭脳産業に力を注いでいます。また世界化貿易自由化の流れを受けて韓国は OECD 経済協力開発機構の加盟国として世界経済の発展に向けて努力しています。1990年の下半期以降、困難な経済状況が続いているアジア経済、韓国も例外ではありません。しかし国際貿易収支では黒字になるなど、輸出産業は好調な伸びを見せています。また多くの外国人観光客が韓国のデパートや東大門市場、南大門市場などでショッピングを楽しんでいます。昔から漢民族は優れた文化を生み出し、それを後代に伝え保存してきました。ここ宗廟チョンミョは朝鮮王朝時代の500年間歴代の王と王妃の位牌を祀ったところで、東洋のパルテノンとも呼ばれています。このほか慶州キョンジュの仏国寺プルグクサとソックラン、八幡大蔵教、チャンドクン、そしてスウォンファソンがユネスコから世界文化遺産に指定。